第27回高松宮殿下記念世界文化賞の受賞者が決まりました。芸術・文化の分野で優れた功績を挙げた人たちに贈られるこの賞、現在ドイツのベルリンでは受賞者の発表記者会見が行われています。絵画部門は横尾忠則さんです。グラフィックデザイナーを経て、いわゆる画家宣言をしました。芸術家の活動を本格化させて以降、死の側に立って生を見つめるという視点で精力的に作品を生み出し続けています。彫刻部門はドイツのヴォルフガング・ライプさんです。牛乳や自分で採集した花粉など命を育むものを用いた作品で知られ、2003年には東京などで大規模な回顧展を開きました。建築部門はフランスのドミニク・ペローさん。36歳の若さでフランス国立図書館のコンペを勝ち取って以降、ヨーロッパを中心に大規模プロジェクトを手掛けてきました。音楽部門はロンドン在住のピアニスト内田光子さんです。モーツァルトからシェーンベルクまで幅広いレパートリーを持ち、ピアノを演奏しながら指揮をする弾きぶりでも知られています。演劇・映像部門はフランスのバレリーナシルビー・ギエムさんです。強靭な体が生み出す動きとずば抜けた表現力でバレエにおける美しさの概念を変えました。今年いっぱいでの引退を表明していて、12月には日本でも最後の公演が予定されています。若手芸術家奨励制度にはミャンマーで活動するヤンゴン映画学校が選ばれました。海外から派遣された映画制作者がこれまでにおよそ160人の映画人を育成しました。授賞式は来月東京の明治記念館で行われます。